まで見れば見るほどです。はい、さあ今日一番多かったのはね、このお便りだと思いますけれども、衆議院選挙無効ですよという話です、ね、ちょっと衝撃的でしたね、はい、困った母さんからもいただいております。プリンあらどうもさん、あらどうもいうなどうもあらどうもさん、それからこちら69助さんからもいただいております。主婦やも主婦子さんからも、坪井さん小高さん、最大 2.43 倍の1票の格差が是正されずに実施された昨年12月の衆議院をめぐる全国訴訟の判決で、広島高裁は25日小選挙区の区割りを違憲と判断し、広島1区2区の選挙を無効としました。無効です、はい、今では違憲状態ですいう判決が出ました、はい、無効です、もうダメよっていう、うん、はい、それはもうあの結果は認められませんということですよね、はいはい、自民党が主張した昨年の衆議院選では違憲判断が相次ぐが、無効となる判決は初めてだ。選挙結果に過度な配慮をしがちな司法が示した重い判断であるということです。知覧工房さんからもいただいておりますけれども、まあこの無効判決を下したのは、いかだつさんというんですか、はい、いかだに、つしのつですね。はい。はい。はい。いかだつさんですね。いかだつさん、はい。裁判長。はい。はい。女性でしたね。女性。純子ちゃん。純子ちゃんって。ちゃんか。はい。ちゃんか。まあいいですけど。何？大人の女性ですから。そういう意味ですか。そういう、それ以外にどんな意味があるというのですか。すいませんでした。はい。はい、裁判、この裁判長はですね、判決理由で選挙権の制約や民主的政治過程の歪みは重大と、最高裁の違憲審査権も軽視されていると指摘しましたと、まあ、こういう意図があったんですね、うん、おっぱい枕さん、違憲、憲法違反だとする判決に比べると一歩どころか69歩も踏み込んだような踏み込みそんな判決ですよ、踏み込み数字がおかしい、あ、そうですか、はい、なめんなよということですよね本当に、まあ、そんな顔されてましたけどね、はい、裁判長、隠れアウシタンさんも、あ、ほら選挙無効だ、なめんじゃねえ、ほら、なめんじゃねえぞ議員どもと、うん、というのは本当にその通りでね、ちょっとまあ3度目の正直じゃないですけどね、うん、そういった意味合いもあるんでしょうかね、今までこの司法の、ね、判断ね、あんたらどうやと何度も言ってきたぞと、はい、まさになめんじゃないというところから69歩も踏み込んだ、はい、69歩かどうかは知りませんけど、はい、畳さんからもいただいております。これね、無効判決が下された戦後初みたいですね、うん、という、戦前はあったとしても戦後初というのはこの現憲法において、はい、この現制度においては初めてのということが言えるわけですね、うん、これ自体は政治家の責任でしょう。以前から違憲状態だったわけですから、しかし選挙を無効にしてしまうのはいかがなものでしょうかというのは後でまた出てきます、はい、これはもう本当にね、堪忍袋の緒が切れたように、うん、あの司法もね、はい、もう怒り狂ってるわけですよ。まあ大丈夫じゃんってやって、うん、できたでしょみたいなことですかね、はいはい、じゃあこの無効としたらどうなるか、この人がいかがなものでしょうというのはまた後で出てきます、はい、例のゼロ増5減では、佐賀県などは衆議院議員が2人になってしまいます。いいこととは思いません。給料を減らして議員を増やすべきだと思いますというような、この人のご意見。三度の飯よりラジオ好きさん、安倍総理大臣は、まあ、結果を厳粛に受け止めるとのことですが、自分たちにはとても甘い政治家先生方に、政治家自身が身を切る判断決断が本当にできるのでしょうか。疑問は残りますが、政府与党と野党各党の、見解を注視したいです。ガッツ一モスさん、司法の声がなければ格差是正はありえないということでしょうね。ガッツ、また同じくこの方も、いろんなこの格差という、CBC 女子アナ格差もありますということらしいです。何の格差ですか？帰ってきたコンさん、確かに判例として選挙無効が刻まれていることは画期的で、問題提起として大きな意味を持つと思います。しかし、選挙区によって選挙の有効無効の見解が違うことには違和感を感じます。おそらく、国会側は上告するものとみられるので、最高裁で、司法の統一した見解が示されればと思っております。まあ、いずれにしてもその通りですよね。最高裁へ行って、はい、そこが最終的な結論ですからね。なるほど。はい。大絶景バカ満点さん、昨年の衆議院選は無効ということでね、そのうち誰か
かが無効だという判決を下すと思っていましたが、こんなに突然だとは思いませんでした。政府もちんたらしてないで気合を入れて働けと思います。大政商店車両部さんからもいろいろご意見を書いていただいて、最後の方に広島だけにそりゃ意見のということですね。あのようさん、ニュースでも触れられておりました事情判決の法理というこの用語、うん、はい、これいささか後ろ向きでネガティブな印象ですが、私にとってはある意味懐かしい響きでもあります。これ後で説明します。事情判決の法理というのは、はい、またちょっと後で言いましょう。はい、うん、法学部在学中憲法の講義では比較的よく出てきた用語だからです。事実上立法府の司法に対する優越を認めているようなもので、司法というのはそれほど為政者に対して無力なものなのか、そんなことを思ったものです。今回の判決文にも司法側からの積年の怒りがにじみ出ているように思います。それにしても感じるのは時代の流れ、チェック&バランスのシンボルである違憲法令審査権も在学当時は今回のように司法が現実に、立法府に対し完全と脳を突きつけるなどという事態はあくまでも制度上認められているというだけで、説令のようなちょっとそういうの置いとこうというような、うん、ようなものに過ぎないという認識でした。一般市民が司法に参加する裁判員、裁判の制度も同様、これも当時の私にとっては絵空事のように思えた、うん、法律を勉強する者にとっては、はい、ここまで来たかっていう、ね、裁判員裁判も含めて、はい、おここまで来た、裁判員制度が導入され、また今回のような判決が下される時代に居合わせたということは、やはり私もそれだけ長く生きてきたなという証かも分かりません。現行の立法府の成り立ちに重大な、疑義を指摘されたまま、これまた実現すれば施行後初となる憲法改正が政治日程に上ろうとしているのが気がかりでありますと、この方のご意見 で事情判決というのが最後にこの方説明書いてありますけれども、はい、まあ、行政処分や判決が違法だった時に裁判所はこれを取り消すのが原則 ですけれども、取り消すとえらいことになるかもしれんと、事情があるんやいう時です、ね、大混乱になるならば、はい、そういう事情を組んで、はい、まあ、あのとりあえず今回は目をつぶりましょう。だから今までの判決というのは、はい、違憲状態でありますよ。違憲状態のは本当は違憲ことやから。違憲ことやから。あかんと言ってしまえばそれまでやけど、違憲状態という名前をちょっとつけて、うん、ちょっとこう和らげるような表現で、うん、こう、だから、あとなんとかせえよと、でないと、違憲だから、無効と、違憲イコール無効ですからね。ダメよ。うん、というようなことまで言ってしまったら、じゃあ、国会どうなるんやと。で、うん、今の議員さんたちが無効すると、まあ、いわゆる無効になってもっぺんやり直さないか、はいはい、でやり直すということ自体がどうですか。選挙制度変えないかんでしょ、はいね、お金もかかるし混乱もするし、でそれで1回目は通ったけど2回目落ちちゃった人なんかはどうすればいいのと、まあ、結果は結果でそうなんでしょうけど、もっと言うならば、うん、もう1回やらないかん、はい、やらないかんということは今違憲状態でやって選挙やから無効でしょ、はい、そしたらそれ根本的に変えて、はいね、はい、是正をして、はい、そして選挙せなあかんや、うん、そういうことでしょ。でそれってでも広島だけでとどまるんですか。だから、ね、それは広島だけでそんな選挙制度変えられへん、はい、国でいわゆる国会でもっぺんじゃどうするかと決めないかんでしょ、はい、でもこの人たちが向こうの人たちがいろいろはいはいと手を挙げて今までの法案どうやろうというのも精査せなあかんやろうし、はい、ね、それからこれが同じような状況でまた本当に最高裁がもしそうなったとしたらですよ、はい、今回ね、そうしたら今度国会自体の今いる議員さんたちはどうなんやいうことです。で例えばこれ無効ですからこの広島の選挙区もっぺんやり直そうというのはじゃあ国会でもっぺん選挙制度変えないか、うん、変える今の議員さんたち、うん、この国会自体は有効なんですかいうことですよ。あ、そうか、そういうことなんですよ。そうだね、ちょっとこれがもうどんどんじゃあそれによってじゃあもっぺん
じゃあ誰が決める？だからもうパラドックスみたいになってくる。なってくるわけや、はい。それがさっき言ったような事情判決。僕はない頭で一生懸命シミュレーションしただけですから、つぼみさん、こんなどころでとどまれへん。本当はこういうことですよって、もっと頭のいい方は今感じてらっしゃいますが、はい、いずれにいたしましてもですよ。はい、これは無効と決めたときに、どんな混乱が起こるやろうと。いうことを加味して事情判決というのは、ですからこういうことになる前に何とかせよ、その代わり警告はしとくぞということで、はい、警告で来たのにもかかわらず一向に変わらなかった、変わらへんもんやから、これは無効やかって、と、裁判長が、はい、うんっていう顔で、そういうことよ、おっしゃったいうことですね、これがだから号外出るはずですよ、はい、号外出ましたでもね、こういう議員さんがいくらの票を得たのにこうって、議員さんの立場だけではなくて、うんうん、私たちの一票がどのぐらい、一票、まさに格差でしょ、はいはい、だ何十万票も取って落ちてる人もいれば、なんか十何万票とか、そのぐらいで通っちゃってる人もいるっていうわけで、うんうん、そうするともう、何十万票で落ちちゃった人のその一票一票って、もう、なんか、意味もないじゃんって言われてるのと同じですもんね。そこで小高さん、欧州名古屋高速道路さんがですね、はい、1票の価値が最も軽いのがこれ千葉県4区、はい、有権者数が49万何千人という、で1票の価値が最も重いのが高知3区で、はい、有権者が20万何千人と、その差が実に29万人、格差が 2.42 倍にも達する。はい、だから広島、この僕はようわかりませんが、広島よりも多いとするならば、ここでもし同じ裁判やったら、はい、これはもう無効ということに。そんなの、次から次となってきたらって、まあさっきのまた、はい、もういわゆる無効だらけになってしまう。スパイラルになってしまう。はい、で、まあそういう状況、ここはまあ高知を、はい、千葉と高知を比較してもらいました。でも、この状態のまま選挙区の区割りを一切いじることなく、なんと格差を 1.0 倍に戻す、つまり格差を完全になくすという素晴らしい方法があるんです。それがみんななかなか難しいからこのようになっちゃってんじゃないの、はい、その秘訣というのは、有権者の多い方の千葉4区であらかじめ抽選を行って、抽選に当たった人だけが投票に行けるようにします。投票に行ける人を高知3区の有権者と同じ20万何千人という、同じ数にする、数にする同じ数にする。そして当たった人は投票に行って誰に決めるか外れた人は、外れた人はまあ今回はパスやわさ、パス、どっちみち行かへんもん僕。そんなことダメですよ。そういう人おるやん。全国民のこの総意でもって選ばなきゃいけないんだから、はいはいはい、やっぱ関わらっていかないと、うん、まあ、こういう方法もあるんとちゃうかという説と、はい、それからオカルト寛平さんは、はい、再び選挙のやり直しになるとお金がもったいないので、うん、投票得票数の多さで発言力を持たせるのどうでしょうかと、ランクで言うと特 A、A、B、C、D、あと S クラス、S クラスになると5人分の投票権があると、うん。だからさっきの選ばれた議員によって票がものすごく、はい、うん。だからそれによってはいとその人は手を挙げても、はい、あなたは3人分ですよ、いうふうにして。はい、その選ばれた選挙区によってクラス分けして、はい、ややこしい話になってきますねそうやらんと、はい、あかんのとちゃう。いや、そんなことすらもあんまりやらずに、うん、なんやだら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 来たもんやから、はいはい、ここを言うような判決が出たぞと。いや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 、いうことで。まあまあね、最高裁もあるんでしょう。うん、はい、まあ最高裁が最終的な結論ですが、どうなるかなということです。